バンドの一番の宝物は何、うん、さっきのこのリオ・ファーディナンドに引きずられてるんですけど、おユナイテッドと戦ってるんですよ、はいはい、誰かのユニフォームと交換したんじゃないかとかって思ったんですよ、はい、ユナイテッドのユニフォーム宝物、うーん、周りにいる人たちじゃない。バンドイズも分かってないね、トモは。全然。全く。もう瞑想し。瞑想だな。瞑想し。始めろよかったけど。これ、分かりました。僕も疲れてきてますけど。そうだ、ね。バンド選手も疲れてますね、これ。あ、まあ、それはそう。これ1時間ぐらいやってるか。バンドが均等に持っていくなら何？仲間。どうだ？バンドが均等に持っていくなら何？別に何もいらんかな。これがあればもう。いやいや、まあ、記憶倒すとかやな、魚を取るとかや。だバンドイズムって言ってんじゃん。分かんないよ。バンドイズム、バンドイズム、バンドイズムだよ。別に何もいらんから。別に何もいらん。これがあればこれだよ。これですよ。何それ。これだよね。記憶倒すとかやな、ね、魚を取るとかやな。これこれ捨て頃。ハート、ハートと捨て頃。ハート取って。バンドイズムですよ。むずくない？バンドが一番モテると思う職業は？サッカー選手。まあサッカー選手はモテるとよく言われてるからな。ほんまにモテるんか分からへんけど、ファンでキャーキャー言われると実際に好きですとかみたいなんてさ、なんかちょっと別本やん、やっぱり。憧れですからね。そう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 。こう社長と言われる仕事ってなんかやっぱりモテるんちゃうかなと思うけどね。え？社長。社長。途中までサッカー選手の流れだったじゃん。いや、違うよな。途中まで完全にサッカー選手の流れだったのに、最後社長。社長。もう分かんない。バンドが16歳の自分に伝えたいことは、うん、バンドさんが16歳のバンドさんに伝えたいこと、うん、このまま行くとプロになれるぞ。まあそのまま進めでいいんじゃない。なんかやっぱサッカー選手になりたいと思ってずっとそれを進んできたから、もうそのままを進めと。もうサッカー選手になれるよとか、どうこうとかは言わへん。かっこいい。あ、もうそのまま進め。言わないもんやっちゃった。言わないもんやっちゃった。そのままを進め。合ってるんだけど言わないもん。そのまま進め。このまま行けば。やっぱダサいだね。このままになれるよ。プロになれるよ。まあ、ダサい。ダサい、ダサい。それはバンドイズムじゃない。そのまま進めですから。ちょっと、トモ、ちょっとそこの思考は、ちょっと甘かったね。バンドは、ヌード写真集、いくらで引き受けますか？今回の目玉です。目玉キックです、ね。目玉、いくら、バンド。5万円。5万円。なんか、そういうのが好きそうな気がします。はい。やっぱりちゃんと節制してますし、まあまあまあ、しっかりいい体してるし、しっかりもう、服の上から仕上がってる。仕上がってるね。整ってる男ですからね。はい、見せたい。見せたい。見せたいんじゃないか。0円。0円にしようかな。大穴0円。大穴0円。本当は多分100万とか1000万とか言わなきゃいけないと思うんですよ。だいぶ失礼な回答してる気がする。バンドはヌード写真集、いくらで引き受けますか？やっぱ1億円ぐらいな感じがするけどな。そのヌード写真集って言ったら1億みたいなね。こんな感じとかさ。大外れです。真逆だね。真逆か。脱ぐなら1億。いい答えですよ。俺は普通に2、3000万かなとか思っちゃったけど。いやいや、もう僕はもうゼロか、もう、そこもない金額か。脱ぐならゼロか1本。そうです。1本でこれやってくれると。なるほど。失敗者の皆さん。でかいっすね。いや、ちょっとかっこいい。かっこいいっす。かっこいいでしょうか。バンドはどんな言葉でしたか？好奇心が旺盛。わんぱく。おお。やんちゃだったと思いますし、止まってなかったですね。常にこう動いてて。常にうるさいみたいな感じだったので、なんかまあよく怒られてたかな、もうじっとしてなさいみたいな。今もじっとはしてないですね。まあ 0.5 かな。よし、ワンパクは。ありがとうございます。やんちゃワンパク。まあまあまあ、バンドの現役時代一番印象に残ってるプレイは？これはむずい。めちゃめちゃむずい。いやでも絶対欲しいんだろうな。当てたらバンドさんめちゃめちゃ喜んでる。印象に残ってるプレイ、プロ初ゴール。ああ、日本代表初ゴール。ああ、日本代表初ゴールにします。2009年1月1日、天皇杯、ガンバの時に柏レイソル戦、ガンバの時に柏レイソル戦、この延長ゴールを決めた。このやっぱ延長ゴールもそうですし、その後やっぱりみんなで喜んだとか、国立競技場、1月1日元日、そういうこう、すべてがこう、重なって、印象に残ってるっていうのはあるんで、自分のプレーというよりかはやっぱりそのシチュエーション、その状況、舞台、やっぱその舞台はやっぱり強く覚えてるね。やっぱりお祭りの男だ。
そうだな。そこのか。うん。じゃあこのゴール覚えて。覚えてますよ。いやちょっとここそうともいけるかなと思ったんだ俺も。いや一瞬よぎったんですけど、やっぱりこう、うん、初ゴールというか、はい、そこら辺にちょっとこだわっちゃいましたね。延長決勝ダン。シチュエーションか。元旦。まあ確かにな。そうですね。そりゃな。うわあだろうな。それはそうですね。まあそりゃそうだ。僕もうわーでしょ。僕も記憶にはあります。なあ、バンドさん。これは当てれた。そうだね。当てれました。当てたらバンドさんめちゃめちゃハッピーだった。これは当てれたな。まあ、ぽい。あ、これぽいっす。あ、悔しい。これは悔しいっす。そうだな。ちょっと考えてたら出てたかもしれない。ちょっと冷静に考えてたら出ましたね。トーも疲れてた。僕はもうバンド選手が何か分かんなくなってきてるじゃん。あ、確かに。初めの方だったら、ね。そうそう、初めの方だったら多分僕冷静に当ててたと思うんですけど。確かに。うん、さっきでだいぶ振り回されちゃったって。監督ぐらいのところだったら、そう計算して、はい、消去法で言ってたからね。言ってました。惜しい。惜しいって、残念。今全部消去法が10問連続ぐらいで外れてるんで、残念。はい、だいぶちょっと自信をなくしてしまった。勘でいったか、はい、青以来の勘で、青以来の勘でいきました。バンドは生まれ変わってもプロサッカー選手は目指せますか。いやこれは目指しますよね。サッカー好きおじさんとしては、おじさんとしては目指してほしい。目指してほしいです。あー、プロサッカー選手になったことに対してはすごい幸せだなと思いますけど、次はなんか違う人生をやっぱ歩みたいなと思ってる中で、知り合いがやっぱ起業してるとか、上場してるとかいう人も多いんで、実業家みたいな。そっちの道を行ってみたら自分がどういうふうなことをできるんやろうな、みたいなのを見てみたいですね。もちろんこのサッカーっていいんやけど、でもサッカー終わった後、すごい限定的というか限られてるなっていうのがあるから、その事業とかビジネスってもう無限にこう広がっていくものでもあるやん。だからそれを本当に若いうちから、それこそ高校卒業もしくはその前からとかなんかやってみたいなっていうのは今になってちょっと思いますね。実業家みたいな。あれ社長さん、私の道を行ってみたら自分がどういうの伏線があった、さっきの伏線があった。そうだね、あるんだよ。もちろんサッカーモテるから、一番一番モテるから。サッカーモテないって言ったじゃん。限られてるな。くっそー。そうだよ、ヒントあげた、ヒントあげたんだよ。冷静に考えた方がいいだった。社長です。社長ですね。社長になりたい。あったな、さっきこの答え。 ありましたね。ありましたね。両方僕のちょっとロマン度数が上がっちゃってて、やっぱサッカー選手モテる、まあね、サッカー選手モテるって言い切ってほしいですし、やっぱもう一回生まれ変わるサッカー選手になりたいって言ってほしいっていう僕の欲望が、ファンとしての勝手な、勝手な、本当勝手な思い込み、そうだ、ね、勝手な欲望をちょっとよくあんだろうね、押し付けちゃう。よくあんだろうね。この人は怖ってほしい。はい、悪いですね。芸術はもうやったからいい。もう一回もう、だってもう社長なんかモテるでしょ。社長になりたいよっていう、そういう、すいません、サッカーおじさんとしての英語が出ちゃいました。そうだね。バンドが一生年を取らないとしたら、何歳になりたいですか。18。バンドイズムですよ。バンドイズム。バンドイズム。バンドイズムを考えてください。やべえ、今でも直感で答えちゃった。ファン目線じゃなくてバンドイズム。今日ずっとバンドイズムを突っ走ってますから、この方は。え、バンドイズムはなんとなくですけど、今が一番いいっていう、どうも方向なんじゃないか。今が一番いい。今。バンドが一生年を取らないとしたら、何歳になりたいですか。この今のぐらいの年代結構いいけどね。42、3。正解。うおー、ついにバンドイズムをつかんだ。バンドイズムついにつかみましたよ。なんかいいね。なんかその選手辞めていろんなことをやりながら、いろんな勉強しながらしてるこの今の年代ぐらいはすごい。もしかしたらもうちょっとあとはその年代がいいって思うかもしれんし、だから若い時とか選手やってた時がなんか今戻りたいかとかって言ったら全然ないかな。あ、そう、ね、全然ない。今だ、素晴らしい。すごい、来た。バンドイズム。ついにバンドイズム掴みました。バンドイズム分かった。私掴みました。ファン目線じゃなくて、プロ、バンドになった。プロ1年目みたいな感じだったんですけど、違いました。もうやり残したことない。ないんですね。今。バンドイズム。かっこいいですよ。かっこいい。かっこいい。43歳。そうですね。今が一番って言える43歳。すげえ。いや、いいよね。しかも、日本代表になってゴール決めて、はい、21年プロやって、いろんな人の夢をこう、歩んできた人。僕なんか言えないですけどね。夢を張って今が一番いいなって。じゃあ友が18歳の時。いやいや、僕18もダメでしたから。もうバンドの弱点は寂しがり。バンドの弱点は弱点、ガツガツ掘られたらちょっと弱いかもしれへんな。逆に、
逆逆割れの男。え？え、さっきどんどん人呼ぶって言ってたじゃないですか。ガツガツ来られるのや。あ、呼ぶけど来られるの嫌なんですね。自分のペースが好きみたいな。はあ。自分がガツガツ行きたいから。なるほど。逆にガツガツ来られるときついです。いや、バンドリズム。深いですよ。今のは難かった。さすが深いですね。真逆ですよ。真逆でした。一人の逆。真逆。ガツガツ来ないでほしい。バンドがおばんざん屋で最も見てほしい動画、エピソードは何ですか。これむずい。これむずいっすね。ジョイと対談してほしい。一番見てほしいのジョイとの対談。違います。ハリー杉山とのやってて違います。サッカー選手です。ナナミ選手との対談。小野伸二のやつはもう150万以上の再生があるから、それは見てほしい。でも何やろな。あ、今年ワーチャレワールドチャレンジやったんですけど、ここまた今年もやるんですよ。やっぱその子供たちとのこの積み上げみたいなものあるんで、このバンドがこう子供たちに対して監督やってるっていうところを見てほしいなと思いますね。めっちゃ真面目な回答。真面目な方なんですよ。最後。はい。バンドがプレミアリーグトークショーの2人で伝えたいことは、うん、え、こんなこと聞いてるんですか。最後。ああ、なんでしょうね。でもこれ対談後です。こういう答え。対談後。うん。あ、今後もプレミアリーグを見てください。そして J リーグも見てください。サッカーを好きになってください。こんな感じですか。どうですか。優等生ですか。基本優等生。優等生回答しましたよ、僕は。バンドイズムでいいの、それは。え、それがバンドイズム。バンドイズムは今度飯食い行きましょうじゃないですか。プレミアリーグってやっぱり面白いなというふうに思いましたから、そのやっぱプレミアリーグの魅力をバンバンやっぱいろんな人に伝えてほしいなと思いますし、なんか本当にケニーさんとトモさんのお二人のいろんな歴史深いことを言ったりするって、こういうのが僕はすごいいいと思うんで、戦術とかもちろんありますけど、でもやっぱりプレミアリーグってこうだよねとか、魂とかそういう感動を伝えるとか、そういうことがサッカーの原点だと思うんで、これはお二人には本当ぜひともこれからも伝えていってほしいし、こういうのをやっぱ J リーグもやっぱり伝えないといけないなと思いましたね。いろんなその戦術とかそういうのだけじゃなくて、こういう歴史があってこうなって、こういう選手たちにこういう風なのがあるんやっていうのがやっぱり伝えていきたい、誰かが伝えないといけないっていうのはやっぱ思いましたね。それぐらいやっぱりお二人のトークであったりとか、今日もこうやって一緒に話したこの気持ちのいい感じだったりとかっていうのはすごく感じたので、これからもぜひいろいろなところで一緒にサッカーを盛り上げていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。おばんざい。ありがとうございました。おばんざい。一緒にサッカーを盛り上げていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。おばんざい。ありがとうございました。完璧な締めですね。正解ですね。正解ではないな。 0.5 ということで、はい、トモは 4.5 点。イエーイ。半分にはいきませんでした。商品は、はい、これだったんですけど。すいません、もらえなかった。おばんざいプレミアム T シャツ、もらえなかった。じゃあこれは私のものということで、マンドリーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、やっぱ面白い人だよね。めちゃくちゃ喋ってくれてますね。うん、そうありがたいですね、本当。1時間。いや、最後までちょっとバンドイズムをつかみきれなくてですね。まあ。はい。で、今度ご飯行って。ちょっと 4.5 点って不甲斐ない点数に終わってしまったんですよ。魅力たっぷりの方なんで。はい。でですね、これ、バンドリュウジさんのおばんざい屋で、はい、我々との対談、今も出てますんで、はい。ぜひ、ここら辺をクリックして見てください。はい。なんか、あんましたことないトークとかして。ね、全然したことないです、ね、僕らを掘り下げるトークがないです。基本的に結構友なんだね、はい、プライベートあんま話さない、全く話さないですから、はい、まあ、ぜひ、はい、チェックお願いします。 Thank you very much. Be passionate. Give a moment. See ya. ありがとうございました。